限界を吹き飛ぶ。全然開かへんやん。ここはね、まあ段ボールがあって、まあこんな感じ。ああ、これが限界を吹き飛ばすズボンです。早速着ていきましょう。ヘイ、いや本当ね、冗談抜きで結構いい感じだよ。最初は。ちょいちょい金金大先生のことをちょっとネタにしようとしてる自分がいるから、お詫びにと思って、コアアパレルを買ったんですけど、これはほんと普通に、うん、いい感じ。生地はね、夏冬結構いける。まあ、夏ちょっと暑いかもしれんけど、まあ別にすごい厚手っていうわけでもなく、すごい薄いってわけでもないから、結構一年中履いてられる、なんていうんですか、まあ、オーソドックスな感じというか。やっぱかっこいいっすよね。うん、かっこいいわ。ちょっとなんか、こういうことしてみたくなるもんね、これ。いい！あ、いい、いい、いいじゃん。背中は見えんけど。うん。まあこんな感じで、コアアパレル。これ多分まだね、売ってると思う。ちなみに、僕は身長169センチ、170あるかないかって感じなんですよ、いつも。うん。だから169センチ、体重は、61キロ。S サイズ、S サイズ。うん。で、ぴったり。っていう感じです。参考にしてください。取ったなぁ。62キロ。ちょっと増量のペースが早い気もするけど、まぁ、あ、こんなもんでしょう。1週間にまぁ500グラムずつぐらい増えてってくれれば、まぁ、あ、いい感じじゃないかなぁって感じ。1週間に1キロだとね、すぐ楽しい増量期間終了っすよ。ほうれん草、プロテインパンケーキ、卵、ヨーグルト、オイコスはマジで、ゴミ、高すぎ。なので、トップバリューのギリシャヨーグルト、こっちをおすすめします。しかもこの芋、めっちゃうまいよ。Talking to each other, man. It feels like we are talking to the winds. Because you were just who had adrenaline. And I won't understand a single thing. I want to give you a compliment. パンケーキが焼けてる間、ちょっと有益な情報をみんなに与えようではないか。マイプロテインの調味料系っていうの、うん。これ、これバーベキューソース、チリソース、シロップ、パンケーキシロップ、ピーナッツバター。で、これはココナッツオイルね。うん。この、二つはいい。すごい、おすすめ。これいつも食べてるけど、なんかちょうど味もそんな濃くなくて、うん。これと合わせることによって最高にうまい感じになるし、いい感じ。ココナッツオイルは、うん、まあココナッツオイルって感じ。普通にいい。だから 60% オフとか、セールの時に買えば、全然、スーパーで買う時より多分安く買えると思うんだ、俺は。うん。で、問題はこっちよ。バーベキューソース、チリソース、全部クソまずい。で、バーベキューソースは特にやばい。
この二つはね、こっちはまだごめん、食べてないんだ。うん、こっちはまだ食べてないんだ。まずすぎて全然すまなくてさ、普通これ開けたら次こっち行くじゃん。開かないんだ、これが。食べれなくて開かない。で、これ。これはまあ、まあ食べれなくはないから、まあこっちよりだけど、この二つだけは絶対買っちゃダメ。絶対こっちもまずいと思うんだよね。これはやばいっすよ。これはやめた方がいい。見よ。完璧な PSC バランス。この中にヨーグルトは潜んでるんだけど、本当はここにバナナを置いて炭水化物をあげたいんですけど、今日ないんで代わりにコーンフレークをすごい多めに乗せてます。こんな感じで今ね、出先外に出るとき用のプロテインを詰めてた、基本的にまあ会社に持っていく用なんですけど、こんな感じで、マルトデキストリンとプロテインをもう混ぜとくんですよ。うん、本当にね、飯、筋トレ、こういう仕込み、全部合わせると、ほぼ家から離れられない。っていうことになる。もう家と筋トレの往復よ。まあでも楽しいからいいんですけどね、別にね。うん。まあでもね、一年中そういう生活をするわけにもいかないですから。うん。まあ人生にはバランスが必要。ですよね、やっぱりね。うん、今はすごいね、筋トレに重きを置いてるけど。まあ、でもずっとこうなるんかな。まあ、たまにはね、インスタ見てる人はわかると思うんですけど、どっか行きますよ。俺も。まあ、でも基本的には、スタンダード、基本的にはこういう生活、してます。髪の毛切りたいな。でも予約、美容院予約し忘れたんよね。まあ、自分で切るコツとしては、まあ、攻めすぎないことですね。いいえ、わさ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 。今弁当作ってます。ちょっと今日はインスタで知り合った人とちょっと遠いところでトレーニングをするので弁当をですね持ってった方がいいかなと思って。カレーが無性に食べたくなるけど食べれない、そんな時はこれ。さっき言ってたインスタグラムで知り合った人とゴートレするって言ってたじゃないですか。まあ2時からの約束なんであと10分ぐらいなんですけど、なんか緊張するな。なんだろう、出会い系でギャルと会うときこんな感じなのかな。ちょっと違うな。さ、初対面だよ。初対面でゴートレとかな、あんまないっしょ。みんなそういうの友達とやったりとかあると思うんですけど、あんまないよね。ちなみに肩やります。肩、うん、肩。まあ向こうの行ってるジムなんで、あちらのメニューでやることになるんですかね。うん。ちなみにトレーニング内容はね、多分 YouTube に出さない。インスタの方に出すんで、フォローよろしくお願いします。うん。多分トレーニングの映像はインスタの方に流すと思います。じゃあ行ってくるわ。わらび餅、わらび餅、冷たくて美味しいよ。寝てしまった。この間の動画でも見せたけど、最近ハマってるバルクうどんです。で、ちょっとアレンジを効かして、これはサバと卵、キムチを、味噌で味付けしてます。これね、このシンプルのスタンダードなやつに飽きたらこれをつけて食べるという。最高よ。タンパク質も補充できるし、これ完璧で、クソうまいしね。これにちょっと飽きたら、こんな感じでこう
味噌系の味を。まだ小映えが嫌がる。飲みやすさを追求して。というわけでまた後で。エリオーン。お、早いっすね。朝だね。いかん、眠すぎて何もできん。ちょっと寝る。起きた。天気のいい日は布団を干したくなる。あ、そうです。基本やっぱライブでは僕はちょっとあの DJ 松永の DJ をお客さんに盛り上げるっていうのをやってるんですけど、一応今はリンバルクで3200カロリーを約取ってることになるんですけど、結構苦しい。毎日結構苦しいんですけどね。まあでも減量末期と比べればまだ全然楽。ちょっとちょっくらね、出かけてきますわ。今日の服装は、ザ・シンプル。どこだ？
来い。怖い。ただいま。まあ、ベストボディから1ヶ月ちょい、まあ、経って、やっぱり、大会直後の気持ちと今は、変わんないっすね。未だに思い出すと泣けてくるぐらい、悔しいっすね。多分、来年も、まだ、ね、公表はできないですけど、まあ、何かしらの大会は出ると思う。だから、このモチベーションが、ね、多分変わんないと思います、このままいくと。モチベーションも何もないかな。もう、勝ちたい。そんだけ。なんか、何か結果が欲しい。結局、気持ちですからね、気持ちで。どれぐらい本気で変わりたいかっす。100% では足んねえんだ。120% ぐらいの気持ちでやんないと何も変わんないっすよ。よし、というわけで、あ、いいね。はい終わります。